正直な曲は青恋でした。これはサブスクで配信されているので、ぜひよかったら聴いてみてください。召し上げる。
少女塾のカルチュラマンでした。
ありがとうございます。よろしくお願いします。プリモのビッシュと、自分で責めないで。
私は。